労働世界は1897年に労働組合規制会、鉄鋼組合の共同機関紙として創刊された新聞。日本で初めての本格的な労働組合機関紙であった。労働者の組織化に大きな役割を果たした。また、労働世界と継続後誌は平民新聞創刊までの社会主義運動の中心機関紙の役割を果たした。本項目では、 後継史史についても述べる。労働組合規制会は、機関紙の総監を結成当初から計画し、規約にも明記されていたものの実現しておらず、1897年9月の第2回月次会で、高野ふ太郎ら新聞発行調査員を選出し、具体化を開始した。10月の規制会第3回月次会において、 機関紙の発刊の具体的内容が決議され、鉄鋼組合発足日の12月1日にに組合の共同機関紙として創刊された。発行自体は規制会から切り離し、形式上の発行主体は労働新聞社。主筆は片山線。他に掛川元明、村松たみ太郎が実務に携わった。創刊号には、前大臣委員長三好大蔵。 衆議院副議長、毎日新聞社社長、島田三郎、鈴木淳一郎の祝辞と、小林清下の風刺画が飾られた。10ページ立て、一部二輪。最終ページは全面英文で、これは日本の労働運動を国際的に認知させる役割を果たした。当初は月2回間であったが、1900年6月より月間化。同年9月より、 片山の個人経営となり、1901年12月21日、第100号で廃刊した。創刊初期の労働世界の目的は、労働組合規制会のスローガンである、労働は神聖なり、組合は勢力なりを実行することであり、技術の向上と産業の進歩に支線とする労使、協調的な性格を持っていた。また、労働組合の結成だけでなく、 共働き点イコール消費組合の結成が解かれた。しかし、1898年4月に発行された第5号には、早くも社会主義に好意を示す記述が現れ、1899年27号からは、社会主義欄が設けられ、欧州の社会主義運動についての解説が載せられるなど、労使協調路線から脱していった。労働組合主義を主張する。 高野夫太郎と社会主義を主張する片山の対立が規制界と労働世界の対立となって現れた。片山は市場で広団社会主義を批判する論人を張った。また、治安警察法下での労働運動への弾圧に関する告発や効果的なものであるものの労働社会級の政治運動の必要性を打ち出した。前日の社会主義乱は 地合警察法下での労働者の政治運動の開始を見越して設けられたものであり、同時に普通選挙欄を設け、普通選挙同盟会などによる不戦運動の動向を紹介した。1902年1月、内外新報と解大し日刊誌として再刊した。同年4月3日に再び労働世界に副大し月3回間の雑誌として1903年2月23号まで、 判行された3 3月3日号より社会主義ととし社社会会会主主義義の機関主となった社会主義は初めから社会主義的主張を掲げており、海外第1号では片山が労働者政党の必要性を訴えている。また、木下直江、西川幸次郎らによっても労働者の政治運動による社会運動の必要性が解かれ、これらは 日露戦争前夜の非戦論への宣伝をつけた。また、社会主義の宣伝、普及運動についての詳しい報告や、各地の労働者の求情を明らかにする記事が掲載された。1903年12月に、片山が第二インターナショナル第6回大会に出席するために渡米し、山根五一が編集を受け継いだ。1904年には、平民新聞が創刊され、 運動の中心はそちらに移るも、社会主義的主張を守り続けた。ただし、鹿の欄や、都米案内欄などを設け、紙面の内容に幅を持たせている。社会主義は1904年12月3日の発刊14号まで、社会主義協会機関誌として刊行され、その後1905年1月3日発行の旧刊1号から、都米雑誌に開題された。 この背景には、社会主義への弾圧を避ける目的と、運動の中心が平民新聞に移ったことから、社会主義の読者層が一変したという事情が存在した。片山の論考は山根に編集が移ってからも、乗り続けていたが、他の社会主義者の気候は徐々に減り、次第に、都米協会に関する記事が、紙面に埋めるようになっていたのである。ただし、海大後も英大は、 ザ・ソシアリスト発行書は労働新聞社のままとした。1906年中には社会主義の面影を残していた世界同性欄が廃止され、社会主義の要素としてはわずかに片山らの著作の広告や社会主義者の消息が載せられるのみとなった。1906年に都米協会会長である片山が一時帰国すると山根は 都米雑誌と片山の絶縁を市場で表明、編集部はキングス霊館から退去し新たに都米雑誌社と名乗ったほか、都米協会も分裂設立した。最終的に内容から社会主義職は取り払われ、内務省警報局の調査でも社会主義の機関を脱したとして監視対象から外された。その後、1907年6月の10巻15から、 マスモトカナンを主筆に迎えた。また、新たに日米協会を設立し、文庫回覧、疑問、結婚紹介などの事業を行った。1907年の11巻1号からアメリカに開体し、社名もアメリカ社となっている。総合アメリカ情報誌としての内実を充実させ、セオドアルーズベルトの商用、小説の掲載、職業紹介などの新規軸が取られた。 日本社会党の日韓平民新聞が創刊された際には金儲けしたき人は読みべしという広告を出稿している。1907年3月号から日米通信増刊号の形をとり、1908年5月まで刊行された。また、都米協会の媒体は社会新聞や片山を主筆とする雑誌、都米などに引き継がれた。 ありがとうございます。